浜松市で今日新型コロナウイルスの新規感染者が30人確認されました。県内で確認された1日の感染者としては過去最多で、昨日クラスターが確認された街中の飲食店2件に関連しています。浜松市では今日新たに男性18人、女性1 2人の合わせて30人の感染者が確認されました。 年代別には50代が4人、40代が7人、30代が7人、20代が10人、20歳未満が2人で中学生も含まれているということですいずれも昨日クラスターが確認された市内の飲食店の従業員や客その友人や知人などで浜松市中区の飲食店ブリリア関連が29人手品や浜松店の関連が1人です 浜松市によりますと、午後5時現在で全員が軽症だということです。浜松市では濃厚接触者が150人ほどいるとしていて、今後、PCR 検査を実施していくとしています。また、市内の飲食店をはじめとする事業者に対して、感染症対策には万全を期すよう呼びかけています。